それではお客様をお呼びしましょう。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもお世話になります。お世話になります。ここです、はい、よろしくお願いします。どうぞ。お願いいたします。お客様は東京都港区議会議員古藤美里様。一体どのような情熱をお持ちなのでしょうか。現役の議員さんがゲストに来てくださるのは初めてですよ。初めてですね。ありがとうございます。では早速トークメニュー参りましょう。まずはこちらです。トゥクトゥク飛ばす港区女子。どういうことですか。最近選挙カーってすごくうるさいっていう声が多くいただくんですね。で、さらにこう子育て世帯の政策を私自身がこう発信しているわけなんですけども、その中でベビーカーを、ね、押しているお母さんたちが、うん、こう子供が寝てるのにこう大きな声を出されてちょっと迷惑だなみたいな、なんかそんな思いをされてるっていうお声もいただいたりとか。どうですか、すごいトゥクトゥクで選挙演説ってのは。いや、めちゃめちゃ評判良かったですよ。トゥクトゥク乗ってるとみんなが手を振ってくれて、いや、もうこれだったらトップ当選だなと思ったんですけど、うん、まあ、下から数えた方が早かったっていう結果的にはだったんですけど、でも本当すごく好評でした。スピーカーもついてるんですか。あ、スピーカーは実はつけてなくて、その音の出ない選挙というか、そうサイレント選挙カーみたいなのを目指してこの車にしたんです。それでは続いてのトークメニュー参ります。はい、保育士さんの賃金を底上げしたい。どういうことでしょう。私の経歴からお話しすると、その港区議会議員になる前は保育士と、また幼稚園教諭として働いてたんですね。はい、で、まあ、その後結婚して子供を2人授かった後にちょっといろいろあって離婚してシングルマザーになったんですけど、うん、子供の命をやっぱ預かるっていうことの責任感をみんな持ってやってるわけなんですね。まあ、それに対してすごく評価されない今のこの世の中だったりとか、 OL で働いた方がいいんじゃないかと、お給料は全然そっちの方が高いっていうこと自体にやっぱ不満を持たれている保育士さんたちとかが本当にたくさんいて、まあ、そういったリアルな声とかを、まあ、現場経験をしてきた私がその区議会で発信して、まあ、それを是正していきたいなっていうことで今活動させてもらっています。それ後藤さん自身が保育園を経営するってことは考えないですか。あ、それも考えました。これ早いよ。こっちの方が早いかもしれない。これ早いよ。でもう全然自分は給料取らないでさ、うん、そしてもううちの保育園は保育士さんに時給2500円ですと殺到すると思うよ。で、要するに理事長報酬はいりませんと、うん、やったら一発でこれできる。あ、そうですよね。では続いてのトークメニューこちらです。はい、共同親権どう思う。また難しそうな話題。おい、サッカーなんだこれ。楽しい番組なんでこう難しい話。まず共同親権簡単に教えてください。あ、そう、共同親権っていうのは今の日本って離婚したら片方の親に親権を譲るっていう制度があるこれ争われるところですね。そうですね、はいはい、もう泥沼化になってくるわけじゃないですか、そこから。だからこそなんかこう、後藤さんも泥沼化しました。うちもですか。泥沼化しました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですか。いいですね。やっぱ人の泥沼化の話は面白いですね。後藤さんはどっち派なんですか。いや、私はですね、やっぱ慎重派ですね。そうなんだ。その制度になってしまうと、要は住所を公開したりとか、なんかその進学だったりとかっていう時に例えばどこの高校行かせたいとかっていうこととかも全部同じ同意のもとで進めていかなきゃいけないわけですよ。はあ、なるほどね。そうなんですよ。住所も公開しなきゃいけないし、なんかこうあらゆるものがこうバレてしまうというか、なんかそうなってくると、例えばもう新しいパートナー見つけたいと思うじゃないですか。だからその時にやっぱそれってすごくつきまとうんじゃないかなっていうのは、子供に会わせたくないっていう人もいるわけですよね。だから会いたい方からすれば、なんかちょっとやっぱそういった共同親権になることで、まあ、子供に会える、まあ、メリットもある家庭もあるってことですね。ただ共同親権になってやってみたけどダメだった場合、もう一回裁判で片方にするかって
ということになるのを懸念されてるわけですね。そうですね、片方になるか、むしろ裁判になったら泥沼16年になるんじゃないかと。そうですよ、もう見たい揉めてるね。確かに時間かかりそうな議論ですよね、こういうのって。ということで、港区議会議員の古藤美里さんでした。ありがとうございました。リンバンバン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 情熱料亭杉村。